ルディ・バルビエは、フランス、ボーベ出身の自転車競技選手。2017年から AG にある、ラ・モンディアルに所属。弟のピエール・バルビエも自転車競技選手。ワスケアル・ジュニアやウッサ・パビリー・バルンタンなど様々な、チームで走り、2012年にアルメイド・テールに加入。この年にアマチュアレースで5勝を挙げる。8月からは、ブリジストン・アンカーに研修生として加入した。 2013年 UCI ヨーロッパツアーレースのパリアラスツアー第2ステージで優勝し、これがアルメドテールにとって初の UCI レース勝利となった。その後もアマチュアレースなどで優勝し、8月からルーベリーールメトロポールに研修生として加入。9月には世界軍人選手権ロードレースにフランス代表として出場し、6位に入った。2013から2016。 ルーベリールメトロポール2013年、ルーベリールメトロポールに研修生として加入し、ツールドレーンに出場。第一ステージでは、集団スプリントで11位に入ったが、第三ステージでリタイア。ツール・デュ・ポワ・トゥ・シャラントでは、第一ステージで6位に入った。パリ・ブールジュでは6位に入った。2014年、研修生としての活躍が認められ、ルーベリールメトロポールとプロ契約を結んだ。 アルメイドテール出身のプロ選手としては、ジュリアン・アラ・フィリップに続き2人目。パリ、アラスツアーとロンド・ド・オワーズで、総合2位に入った。2015年、クラシックとアルデンヌ第1ステージでプロ初勝利を挙げ、リーダージャージも1日着用した。グランプリド・ド,ドナンではスプリントで、ナセル・ブアニ、ボリス・バレーに続き3位。2016年、パリ・トロワでバプティスト・プランカールとを抑えて優勝。 弟のピエールも3位に入り兄弟でポディウムに登った。翌週のショレイコールペイドロワールでもプランカールトを抑えて優勝した。クリテリウムアンテルナシオナルでは第1ステージでサムベネットに続き2位。シーズン後半ではグランプリドラ、ビルド・ペロン氏で2位。パリ・ブールジュで3位に入った。2017、エージーニャール、ラ・モンディアル2016年8月、エージーニャール、 ラ・モンディアルと2017年からの2年契約を結んだ。2017年、エトワールド・ベセージュでシーズンインすると、第2ステージでアレクサンダー・クリストフに続き2位。ツール・ドラ・プロバンスでは、第1ステージで6位。その後は、フランドル・クラシックに出場し、UCI ワールドツアーレースにも出場した。5月にはグランプリ・ドラ・ソムに出場し、アドリアンプティに続き2位。 6月のフランス選手権では7位に入った。7月にはツールド・ワロニーに出場したものの結果を残せず第3ステージでリタイア。パリ・ブールジュではマルク・サローやジェレミール・クロクを抑えて優勝した。2019年イスラエルサイクリングアカデミーに移籍。ありがとうございます。